こんにちは、えー、平田フットボールクラブでございますさあ、この時間はですね J2 ですね、えー、J2 の第29節そう第29節ということはあと残り3分の1というところまでやってきたということになりますが、えー、8月に入っての、えー、J2 のゲームというところで29節を振り返っていきたいなと、えー、思っておりますが今回も、えー、エルゴラプラスのご,ご協力のもと、えー、お届けいたしますんで、えー、エルゴラプラスぜひ皆さんに見ていただきたいというところで概要欄から辿っていただいてエルゴラプラスを見ていただきたいと。 思っております結構いろいろカラーの写真もいい写真もありますんで皆さんぜひご覧いただきたいと思いますさあそれでは振り返っていきたいと思いますがまず土曜日が二試合でしたねまずは藤枝山,山形ですねこちらの方は一対二で山形が勝利ということになっておりますあの山形がこれ先制三分に宮城天選手がゴールを決めるんですけども藤枝のあの守備がすごく良かったですね藤枝すごくボールをつなぐイメージが強いんですけど前から前からの守備が非常に良くて なんかその守備からいい形で攻撃にいけてたらなと、まあ後から考えたら結果論ですけどこの前半のいい守備のところでそのまま攻撃にいってそのままゴールまでいけてたらなというようなところもありましたがそれ後半に入りまして47分ですね後半入ってすぐに岩渕選手がゴールを取って1対1ということになりましたがここから山形がやっぱり徐々に徐々に自分たちのリズムに持っていって56分に伊坂善一選手と 藤田裕樹選手が入るんですけどもやっぱ藤田裕樹選手がまたボランチに入って流れをこう自分たちの方に持ってきたかなというところもありましたがアディショナルタイムに山形の後藤祐介選手2試合連続ゴールということになりましたが後藤祐介選手がゴールを決めまして1対2で山形が勝利山形はこれで3連勝ということでまたこれ勝ち星を上げてきてるなと勝ち点を上げてきてるなということになりますさあそして土曜日もう1試合は岡山と町田でございますがゲームの方は 1>, 1対3で、えー、町田が勝利と。 いうことになっております岡山の方なんですが、えー、ヨルディバァ選手がベンチスタートということになりましてなんか3バックに見えるような4バックに見えるような,なんかそういうような、えー、感じではありましたが、えー、なんかこういた,しましたなんかこういい形でアグレッシブにいって6分に田中選手が、まあ、本当は左サイドからうまく右サイドにボールを運んでそのままゴールを決めるというところで田中雄大選手がゴールを決めまして、えー、岡山が先制ということに なりました町田はちょっとリズムがうまくなんかつかめないかなというところありましたが39分に、えー、チャン・ミング選手がゴールを決めて1対1で後半に入っていくということになりましたが後半に、えー、エリキ選手がエリキ選手がごちゃごちゃてなったところでやっぱそのゴールキーパーの小ぼルで隙をついてボールを奪って最後はヒールで、えー、決めるような形そして71分には平川選手がこれセットプレーまだこれロングスローでしたもんねロングスローから生かしてこう平川選手がヘディングしよだからこの辺りの町田の、えーまあ、抜け目 皆さんまあそのこのロングスローの前に実は岡山に PK があってみたいなところもありましたがそこはポープ・ウィリアム選手が止めてというところもあって、えー、1対3で町田が勝利というところで町田はこれで2連勝と。 いうことになっております。岡山は二連敗ということになっておりますね。さあ日曜日に入りましてこれはまあ本節注目のゲームの一つかなというところでえ東京ベルディと清水エスパルスの三位四位直接対決ということになりましたがゲームの方は零対一でえ清水エスパルスが勝利ということになっております。これあのまあ零対一でエスパルスが勝利したんですけども前半ベルディの守備が良かったんですよね。ベルディが非常にいい形で守備してそこから攻撃 ううまく守ってていいけてたなという感じがしてその前半のうちに、ね、このベルディもゴールできてればなという,ようなところはありましたが、えー、エスパルスの方は35分ですね、えー、鈴木優人選手が本当にこう冷静に決めていったなというところでエスパルスが0対1で後半に入って後半ですねこれ58分かな3枚替エスパルス、えー、チアゴ・サンタナ選手乾選手北詰選手が入りました、まあ、その前から3バック気味かなみたいな形に今見ましたがここでは,はっきりこれ5 4 1で ような形にしましたがこれでまた攻撃が待った清水がこ守備じゃなくて攻撃がさらに1段階アップするようなそういう流れもありましてしっかりと勝ちきったベルディの方は後半に入ってちょっと攻撃回数が増やせなかったかなという感じがいたしまして0対1でエスパルスがこれまあ結構大事なゲームというところになりましたがエスパルスが勝利でこれでエスパルスは2連勝7戦負けなしということになっております。 さあ甲府金沢ですがこちらの方は0対2。 えー、杉原金沢が勝利とということになっております、えー、藤村選手の見事なミドルシュートも決まってというところもありましたが、えー、この日スタメンでした奥田耕也選手が、えー、金沢の方は攻撃かなりこう引っ張ってたかなという感じがいたしました甲府の方も、えー、後半からクリスティアーノ選手、まあ、新加入ということになりましたがクリスティアーノ選手も加わってたかなり攻撃のタレントを増やして増やしてというところはありましたが、えーまあ、金沢は前半のうちに加藤純也選手もゴールを決めてというところがあってその後と、えー、金沢 金沢がまあしっかりと守りきってというところで0対2、つえい、ー、げ金沢が勝利ということになっておりまして、これがアウェー,勝利アウェーの勝利が久々の勝利かと、えー、いうことになっております、金沢です。 さあ、えー、長崎と岩きですがこちらの方は0対0で、えー、ゲームの方は終わっております長崎前節いい勝ち方勝でててここでつなげたいというような、えー、ところもありましたが岩きの方は、えー、ゴールキーパー高木屋選手であったりとか、えー、有馬幸太郎選手がこのゲームでアスタメンということになりました、えー、長崎も、えー、マルコスギ・ギレルメ選手が、えー、チャンスあったりとか結構チャンスシーンもあったんですけどただ岩きですね、あのーまあ、守備もしっかりしながらなんですが攻撃に入ると本当に枚数前にかけて 分厚いい攻撃もも見せたたなというとうころもありましたえ長崎の方はファンマ選手にこうチャンスもあってなんとかゴールを奪おうというところもありましたが両チームともネット揺らせずゲームの方は0対と0ということで終わっておりますさあひらちゃん大好きえー北関東ダービーでございますが群馬と栃木のゲームこちらの方は1対0でザスパ草津群馬が勝利ということになっておりますが。 これあのゲームスタートして、まあ、約15分から20分ぐらいですかね栃木の守備からの攻撃がすごかったですね。 いい感じでしたね、えー、5 3, 2, 3 5, 2のような形で、えー、このゲームでは西谷選手が出場停止で高木選手が、えー、スタメンということになりましたがこれ前から根本選手大島選手も相手のビルドアップにプレッシャーかけていってそこから攻撃に持っていくというような、えー、そんな形でここで栃木が点取れてれば流れはどうなったかなという感じがいたしましたがここ群馬が非常になんかあの見事だなというのは、まあ、あビルドアップの時にいつもこの3バックでの形にな って今だとこう白ワ選手で酒井選手中塩選手でここの3人でボール回すんですけど相手がこうビルドアップ来てるなってなったら中塩選手が徐々にこれ左にこう開き始めるという。でこうするとちょっとビルドアップが徐々にこう相手の。 プレッシャーが弱くなってくるこの中潮選手のこのちょっと開きがなんか絶妙だったなという感じがいたしますしやっぱり徐々にこう風間選手天笠選手がこうボールを持ち出すと徐々に群馬のペースに前半のうちになっていったかなというのもありましたしこのゲームでは東京ヴェルディーから加入しました杉本隆司選手が、えー、左サイドで群馬をスタメンでしたけどやっぱ面白いですね。のであの だだんだんこの日そう1万人以上入ってたんですけどあの、まあ、多分初めて来られた方もいたでしょう杉本選手のドリブルを仕掛け始めるとだんだんスタジアムが盛り上がっていくというあの空気感はかなり面白いものがあったなという感じがいたしましたが、えー、0対0で後半に入っていって、えー、フリーキックからこれまたあの佐藤涼選手のいいボールで酒井選手が頭で折り返すで平松秀選手がゴールを決めるというところで、えー、群馬が1点を取ってそのまま後半は群馬ペース になっていったなという感じがいたしますがこのエルゴラプラスでこれなんていうんですかね年収年収っていうんですかね粘りの守備年収って言うんですかね,すかねワンチャンスにつないだ年収みたいなところがありましたがこれあの白和選手写ってますけどキャプテンマーク、えー、終盤はあのこのゲーム戻ってまいりましたハタオ選手も、えー、ゲームに出てきましたけれどもやっぱりこうしっかりと点取って 守備もしっかりと守りきったというこの群馬のなんか本当に今シーズンの良さが元も最初はやっぱりペースはなかなかつかめなかったですけどちゃんと自分たちのペースに持っていって勝ちきったというザスパ草津群馬の今シーズンの戦いを見せたなという感じがいたしまして。これでザスパ・草津群馬は、えー 9戦負けななしとということになっております、えーまあ、畑尾選手も戻ってきてというところでまたこれからちょっと群馬も楽しみかなというところそしてプラス、えー、なんと平ちゃん大好き北関東ダービーなんですけども、えー、今シーズンザスポクサス群馬がこの北関東ダービーを制したと、えー、いうことになっておりますさあ大宮秋田ですけどもこちらの方は1対0で、えー、大宮アルディージャが勝利しております。えー 大宮と秋田どちらも前節とメンバー同じというところでゲームに出ましたがでもちろん秋田らしさも出てましたそして大宮もチャンス作りました秋田もチャンス作ってますというところで、えー、なかなかどっちにいくかなという展開だったんですけど、えー、大宮はゴールキーパー笠原選手が好セーブを見せながらただゲームの方が0対0で推移していくというところでやっぱりこの大宮のホームですからこれどうなっちゃうのみたいな空気感がありましたがここで90分にもうゲーム終了間近と。 えー、いうところでしたけども、えー、あのまあ泉澤選手がゴールを決めるんですけど小島選手のパス絶妙でしたね。本当にあのさじ加減というか足加減というか蹴り加減というか。 絶妙でございましてで、えー、見事に泉沢選手がゴールを決めて、えー、大宮は2連勝4戦負けなしというところで、えー、今回のエルゴラプラスの表紙はですねその泉沢選手の、えー、写真というところで、えー、原動力は大宮愛というところで90分、泉沢が劇的決勝弾というところで、えー、大宮が大きな今季初連勝というところで,ころでエルゴラプラスの表紙に、えー、泉沢選手が出たと。 いうこ,とになりますがこれは大宮にとってはこの連勝は大きいかなという感じがいたします。 さあ、えー、岩田と仙台これエコパスタジアムでのゲームと、えー、いうことになりましたがゲームの方は四対一で、えー、ジュビロ岩田が勝利と、えー、いうことになっております、えー、ジュビロ岩田の方ですが、えー、こちらの方はあそうそう仙台ですね仙台の方はまあフーバックで、えー、左サイドバックに八塚選手が入るというような形そしてレアーンヨンキ選手まあ四四に見えましたね僕の方はダゾーンで紹介でなんか四一四一みたいなことまあ、形 あの流れ的に4一1一4 1になる時もありましたけど4四4 2という感じがしましたね、えー、梁泳義選手と中島選手がダブルボランチで、えー、前線に中山選手とでその加藤千尋選手が,加藤千選手がこう並ぶというような、えー、そんな感じになってましたが。 やっぱジュビロ磐田、本当にこの調子が上がっているというか本当に落ち着いているなという感じがいたしますしこのゲームでは右サイドに入りました松本雅也選手がまたいい活躍を見せましたというところで、まあ、着実にゴールを重ねました55分です、ね、後半に入って仙台の方は菅田選手がレッドカードで退場になってというところもありましたがジュビロ磐田が本当にエコパでもいい流れで勝ち切ってこれは金子選手の姿を持つと金子選手も非常に動きいいです。 けれどもこちらエルゴラパースに出ておりますが、えー、ジュビロ・磐田は11戦無敗というところで本当に調子を上げてるなという感じがいたしますし、えー、この流れで次節、えー、30節になるわけですけども FC 町田・ゼルビアとジュビロ・磐田の直接対決というところでこれは非常に楽しみなゲームかなという感じがいたしております。えー、平ちゃんももに行きますとというところで、えーまあ、イベントも 呼んでいただいておりますがそんなまあイベント等々の模様はですね今度はあのプレビューのところでこんなイベントありますよみたいなところもちょっと紹介できればなと思っておりますが今度はこの町田と岩田お時間のある方は是非です、ね、スタジアムの方に足を運んでいただきたいなと思っておりますさあ山口大分ですがこちらの方は2対2というところでゲームが終わっております。これあの山口面白かったですね え山口これが3五5 2まあ5三3 2に見えるような形ですけども、えー、スリーバックの真ん中にヘナン選手が入りまして、えー、右に生駒仁選手そしてこっちにキム・ボムヨン選手がスタメンと、えー、いうことになりましたで、えー、まあ前選手アンカーで池上選手五十嵐選手みたいなところになったんですけどもこのあの全体的にピッチを広くポジションを取りましてそこでうまくボールをつないでいってアグレッシブにいくとそして えこちら「エルゴラプラス」ご覧いただきたいと思うんですけどもえシルビオという確かな光という。 表紙出ておりますがこの94番をつけておりますこれが新加入、新戦力選手シルビオ・ジュニオール選手インドネシアのリーグでプレーしていた選手だそうですけどもこの選手いいですね1ゴール1アシストの活躍でしたけどもこのゲームでは梅木選手との2トップでしたがこの選手ちょっと と楽しししみかなという感じもしておりますし山口のかなりアグレッシブさが出たかなと。で、えー、ゲームの方はまず大分が先制して、えー、山口が2点返して2対1で進んでいく大分の方は、えー、藤本選手を前に持っていって藤本選手サムエル選手のツートップ、えー、中盤右に中川選手左に野村選手というような形になりましてただゲームの方はやっぱ山口のアグレッシブさが出て2対1でそのままもう勝つかなと勝っちゃう 合うかなみたいな感じだったんですけど、えー、アディショナルタイム90プラス6分に左サイド高畑選手のクロスから飛び込んでいったのが途中出場の松尾選手とい、えー、うところこれね大分にとっては僕はこの引き分けの勝ち点一番大きいんじゃないかなというもう0、まあ、か1かの一 って勝ち点1以上のものが僕はあるんじゃないかなという感じがしたんですけどもただ山口のこの戦い方は面白いかなというなんかファン・エスナイデル監督のレノファ版の戦い方が出たかなという感じがいたしましたがーゲームの方は2対2ということで終わっております。 さあ徳島、千葉ですがこちらの方は3対3と、えー、いうことになりました、えー、徳島の方は柿谷選手ベンチスタートで、えー、森海人選手と棚橋選手の、えー、ツートップということになりましたがこの森海人選手のミドルやばかったですねそこからゲームがスタートしてということになりましたが千葉もやっぱりその辺りは、えー、風間選手は1点返してというところでゲームの流れは3対1になるんですけどこれまあ,あの、公式的には多分田口選手のゴールになってると 思うんですが田口選手が左サイドからボールを入れたところで、えーえー、ホセアウレリオスアレス選手がこれ珍しいというかボールをちょっとキャッチミスでそのままゴールしてしまうというところで3対2そしてアディショナルタイムは米倉選手。ヨネクラ選手本当 本当になんか決めるなという感じががしますがゲームの方は3対3というところで千葉もこれ本当にちょっと苦しいゲーム徳島が本当にいい形でツートップがゴールを取ってただけにこの千葉にとってはこの勝ち点1は大きな勝ち点1かなという感じがいたしております。 さあそしてラストですが、えー、ロアスト熊本と水戸ホーリーホップですが、えー、ゲームの方は0対0ということに終わっております、えー、熊本の方は天皇杯で FC 東京に勝利をしまして、えー、ベストラウンドベスト8にいうのか、えー、ベスト8でいいのかな、えー、に進んでおるということになっておりますが次神戸ですね熊本ね、えー、ということになりましたが、えー、熊本なかなかこのリーグ戦では勝ててないというところになりました熊本のリズムのあの パスのでそうあの、ね、前半の終わり間際に熊本チャンスシーン多くてそこで決まってればなというところだったんですけどただ、水戸も非常にシンプルにボールを動かしてなんか水戸らしいチャンスも作ってたかなと、えー、いうことになりましたでゲームの方で途中で、えー、水戸はツートップ入れ替えるわけですけど、まあ、安藤選手、草野選手の組み合わせもよかったんですが、えー、寺沼選手、梅田選手が入りまして特にこの梅田選手動きよかったっすね。 非常にいい動きを見せたなというところがありました。で逆に熊本なんですけど、三、えー、バックの左の大西陽太郎選手が怪我をして FC 大阪から加入しました酒井選手が入るんですけど。 坂井選手がまたいい縦パス入れてたが、だからこの0対0で終わるんですけど途中交代で入ったあの選手がなんか非常にいい動きを見せてたなという感じがいたしましたがゲームの方は0対0ということで終わっております熊本の方はこれで8戦勝利なしリーグ戦そして水戸の方は3試合連続引き分けなんですけどもこの3試合連続引き分けがすべて0対0ということになっております。 マチダカ でジュビロ勝ってエスパルスが勝ったというところで、えー、エスパルスとベルディが勝ち点では並んでおりますが得失点の関係でエスパルスが3位ベルディが4位と、えー、いうことになっております、えー、ザスパの勝利が大きくて、えー、ザスパが勝ち点44、えー、プレーオフ圏内まであと勝ち点2というところまで迫っているというところそして山形千葉も徐々にこうだんだん上がってきてプレーオフ圏内が見えるところまで来たというところそして、えー、この14位ロアスト 熊本から、えー、21位の徳島これが勝ち点4差の中にたくさんいますせというここもそうですし今度、大宮が2連勝で4戦負けなしで勝ち点を重,重ねてきているというところ。 これから本当に今日は今回終わって残り3分の1に入っていくというところですがで、まあ、順位あの試合数的には町田と秋田が1試合少ない状況ではありますが、えーまあ、ちょっとかなり特に今度はこの下の方ですねかなり混戦度合いがまた増していって終盤最後までまた分からなくなるんじゃないかなという感じがいたしておりますが、えー、第29節の。 えー、模様をお届けいたしました以上でございます失礼いたします皆さんチャンネル登録よろしくお願いします